なんだこれ、頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしく、ミチ。おお、喋った。あ、そこにも落ちてたんですね、ミチオくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野道夫くんのフィギュアです。小野道夫くんってなんだそれ。小野道夫くんっていうのは広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はその道夫くんをプロデュースしている弘中と申します。へえ、つーか、この妙なマスコットのどの辺が尾道を象徴してんだ。ちょっとちょっと、冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる街であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道夫くんの名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服、見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール、凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おろう、みちおだ。よろしく、みち。おう、ノー。ね、すごいでしょ。ボビーにつけるみち、キュートなんですよね。ああ、なんつうか、さっきも思ったが案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫くんを語るなんて困ったものです。ん？偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください、そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。ですか？だからダメですって言ったのに。頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つーか、これは一体どういうことなんだよ。実は、なるほど、偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。
売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷拳だな。最近は老眼で細かいものが見えにくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっているみちおくんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとかみちおくん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな、仕方ねえな、手伝ってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ、春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。おう。わかった。はい。どこだ？これは。ふん。ああ。いや。なんだ？これか？これは、いや、これか？いや。
ふーん。これか？ふーん。これか？ふーん。これは。ああ、お。ふーん。これは。これか？なんだ？これか？ああ、いや、なんだ？これは、ああ、お、これか？これは、ふーん、これか？ふーん、なんだ？ああ、お、これは、ふーん、これは、これか？これは、ああ、お、これか？これは、なんだ？これは、これか？なんだ？ああ、お、ふーん、これか？ふーん、これか？ふーん、これか？これは、ふーん、これか？これは、なんだ？これか？なんだ？ふーん、これは、なんだ？これは、ああ、お、これか？なんだ？ああ、お、ふう、これで全部。いやー、ありがとう。そうか。まあ力になれてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろう。ああ、それなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだが。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、八門ってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中には
プロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めてみちおくんグッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にもみちおくんの応援にもならねえわな。それにこれはみちおくんだけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこのみちおくんフィギュアを差し上げます。お、いいのか。ええ、大事にしてあげてくださいね。あ、なんだあのボロいみちおくんの頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろみちおくんの原点です。原点？何年か前に尾道であのみちおくん着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこからみちおくんはどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さがみちおくんに命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人がみちおくんになってくれる日が来た時のためにこれだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出せた、その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやー、でも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？早速みちおくんフィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。ん？よく見たらあいつ小野みちおじゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんだ。あれ、みちおくんの頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。みっちさあさあ早く買え。みっちとりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、みちお鑑定士の春日さん、この間ありがとうございました。どうされました？実は今偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？
ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。道夫のパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました。私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまで、あのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ？あ、あ、まあそんなもんだ、みっち。レアフィギュアが安いよ、みっち。あいつ、みちおの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ。あのパチモン野郎、今すぐぶっ飛ばしてや。待ってください、春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。おお、あんた弘中だよな。今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りが波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい、みちおくんへの愛で何とでも補います。では、みちおくん。すみません、このフィギュア一つください。ありがとう、みっち。2000円になります、みっち。お嬢さん、そんなやつから偽物のフィギュアなんて買ったらダメだ、みっち。え、みちおくんが2人？そいつは小野みちおじゃない。真っ赤な偽物だ、みっち。あん、誰だってめ。誰だと聞かれたら名乗ってやる、みち。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、いかしたなうい ONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け、道。ああ、何言ってんだお前。本物の尾道夫がこんなとこ来るわけねえだろ。え？商売の邪魔しやがって。おい、お前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのか、あれ。え、あの、ちょっと待つ、みち。やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。んなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。うん、ちょっと待って、痛い。いやいや、やめて。おーのー、弘中。
おい、大丈夫か？しっかりしろ！弘中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカで、ろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる。道夫のことは何も知らねえ。そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ。まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、八問見逃せるほどゆるかねえんだよ。ぬかってろ。おいお前ら、こいつぶち殺すぞ。出してるねえぞ。手加減しねえぜ。どうしようかな。なめとりゃ。してみる。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって、強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら尾道夫が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、弘中は、弘中大丈夫か？私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします。道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫君が偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫君は地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫くん。あ、さっきは来てくれてありがとう。僕は本当に嬉しかった。そうか。それでね、
の決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃ行くぞ。よく見てろよ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー、そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いやあ、本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ねえ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたら、あのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。道夫君への思いは何よりも強い武器ですからね。そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫くんの写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。だがちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さん、またお会いしましょう。ああ、頑張れよ。やれやれ、一件落着ってところか。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、道夫くんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。
んのか。怪我しますね。行くぞ。ふっと、あったまくるな。頑張ります。ほら来いよ。手を。しっきりしたよ。舐める。舐めんな。かかって、これの番だな。とりゃ。元気出てきた。すみません。すみませんでした。いえ。いいえ。ええ。マオさん、何もお店の近くで待ち合わせなくても。お、お仕事お疲れ様。だって少しでも早く会いたいんだもの。マオさん、あ、この前はすいませんでした。チャーハン失敗しちゃって。もういいのよ、あれはあれで美味しかったわよ。スイーツみたいで斬新な味だったわ。じゃあ映画に行きましょうか。あ、あれ、チケットがない。落としたかな。あ、すいません。いいのよ、窓口で買いましょう。こんなに素敵なものくれたんだから、私がおごるわ。くれてるんですね。ありがとうございます。もう40のおばさんにこんな可愛い指輪、本当に似合ってる？
世界で一番似合ってますよ。本当はもっと高いのを渡したかったんですけど。その気持ちだけで十分よ。でも本当にいいの？私みたいなおばさんに。真央さんはおばさんじゃないです。俺本気で結婚したいと思ってますから。ゆうたくん、ありがとう。あんた確かさっきのやつの父親だよな。ゆうたが結婚？そんなバカな。おい、しっかりしろって。すまねえ、迷惑かけちまったな。俺は田中徳郎、ここで中華料理屋やってんだ。春日一番だよ。気にすんな、あんなところで倒れられたら見過ごせねえよ。雄太のやつ、半人前のくせに女にうつつを抜かしよって。まああの年なら恋の一つや二つするさ。応援してやれやいいじゃねえか。ダメだ、あいつはもっと料理の腕を上げてうちの店の跡継ぎになってもらわにはならねえんだ。それなのに恋愛だのなんだのにかまけてる暇なんてないんだよ。それに相手も40って、親子ほど離れた相手じゃねえか。恋に年の差なんて関係ねえだろう。いや、あいつには俺と同じような思いをしてほしくねえんだ。どういうことだ？実は俺の嫁さんもだいぶ年上でな、あいつがまだ小さい頃に先立たれちまってよ。置いてかれるってのは本当につれえんだ。あいつにはそんな思いさせたくねえんだよ。気持ちはわからないでもねえけどよ、人間いつ死ぬかわからねえんだぜ。本気で愛し合って幸せならそれでいいじゃねえか。だけどよ、あの常連さんバツイチだって言うし、人生経験がユウタとは全然違うだろう。ユウタみたいな半人前が釣り合うはずはねえ。もしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ。考えすぎだと思うけどな。なあ春日さん、こんなこと頼むのも悪いんだけどよ、あいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえか。え、俺が？俺あんたの息子と面識もないんだぜ。俺が直接聞いても答えてくれねえだろうし、俺自身も冷静に話せそうにねえんだよ。それにこんな恥ずかしい相談できるやつもいねえし、礼はするからよな。しょうがねえな。確かに俺もちょっと気になる内容ではあるしな。すまねえな、今度あいつが店に立ってる時にでも話をしてくれねえか。分かったよ、近くに寄った時に話を聞いてみるよ。
とうございました。なあ。はい。ん？ああ、はい。ほう。ありがとうございます。はい。へえ。ありがとうございます。待った。待て。おい。いいや。はあ。すみませんでした。はい。何から何まで気にするなって。いや、あんたには世話になりっぱなしだ。これはせめてもの礼だ。受け取ってくれ。あいつ一丁前に物事を考えるようになってたんだな。まだまだ子供だと思ってたのによ。さっさと一人前になって親離れしてほしいと思ってたが、離れられなかったのは俺の方なのかもしれねえな。ただいま。春日さん、
どうも。おう、おかえり。なんだよ、父さん。またお説教？ユタ、チャーハン作ってくれねえか。ちょっと小腹が空いちまってよ。え？自分で作れば。作ってくれよ、ユタ。俺の分も一緒にね。え？はい。お待たせしました。チャーハン2つ。お、なかなかうまそうじゃねえか。ふん、どうだかな。いただきまーす。結構いけるぜ、これ。砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよ。ちょっと成長したんじゃねえか、ユータ。ありがとうございます。なあ、どうだ、おやじさん。確かに上達はしているが、まだまだだな。じくじょう、このチャーハン、ずいぶんとしょっぱいじゃねえか。父さん？素直じゃねえな。今そこのお前、これは機嫌が悪いな。仲間死でしてやる。頑張ります。ほら来いよ。僕は私の番です。もう勝てますかね。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。態度でかい。やってみろ。俺の番か。怖いの。してみろ。いくぜ。怪我しますよ。俺ビビッチャーだ。なめんなよ。やってみろ。私の番。さあ、どんどん進もう。
新型掃除か。その通り、出来たてほやほやの新型掃除なのじゃ。たまげたろ、たまげたろ。話には聞いてたが、実際見るとかなりでけえな。外で走らせるのは初めてなのじゃが、なかなかの迫力じゃろ。名前はお掃除丸じゃ。お掃除丸。そのまますぎねえか。これからお掃除丸は伊勢崎偉人町のランドマークになるのじゃぞ。親しみやすい名前ほどベターじゃろ。まあこんだけ出かけりゃ嫌でも人目につくからな。親しみやすさは大事か。では今からテストも兼ねてお掃除丸の機能を披露したいのじゃが、今は時間はあるかね。そうか、では早速テスト運転を始めるぞ。お掃除丸、テストモードカモン。お待たせしました。沖田博士、テストモード開始します。しゃべったこんなの序の口じゃぞ。ちょっと見とれよ。お掃除丸、私の今日の運勢を占っておくれ。ついていない。一日です。飼い犬に手を噛まれるでしょう。ありゃまあ、カメタの餌やりの時は気をつけるとするかの。ではお掃除丸、今日の気候はどうじゃ。肌寒い一日です。羽織物があるといいですね。確かに肌寒いな。ではお掃除丸、コーヒーを入れておくれ。どうぞ。
温まりますよ。すげえ。お掃除丸、何でもできるじゃねえか。そうじゃの、いろんな機能を森に盛り込んだのじゃぞ。この他にもマッサージアームが内蔵してあって、低周波マッサージモードもあるのじゃ。すごいじゃろ、すごいじゃろ。ではこのままお掃除丸の吸い込み機能を試してみるぞい。お掃除丸クリーンアップカモン。クリーンアップ開始します。センサー起動完了。お掃除丸吸います。おお、こんなでかいもんが吸えんのか。すげえぞお掃除丸。ありがとうございます。頑張ります。お掃除丸の手にかかれば、祭りやハロウィン、サッカーの試合の後の街でも綺麗さっぱりなのじゃぞ。皆さんのためにお掃除丸頑張ります。こいつが熱心に掃除してるとこ見たら、ポイ捨てもしにくくなるかもな。そうじゃろう。では最後に絶賛開発中である禁断のハイパワーモードを見せてやるのじゃ。禁断の、外で走らせんのも初めてなのに、そんな嫌な予感がする機能使っていいのかよ。研究室でのテストは980回成功してるので、問題ないと思われるのじゃ。まあそれなら大丈夫か。では行くぞい。お掃除丸ハイパワーモードカモーン。お掃除丸ハイパワーモード開始します。ん、音するが動かねえじゃねえか。おかしいな。ああ、不調の時はちょっとこの辺を。セリ。おそ、そうじま、ルル。ハイパワーモード。モードドド、開一。なんだ？どうしちまったんだよ。変な音楽も流れてんぞ。大変だ。お掃除丸が暴走した。ちなみにこれはマッサージモード使用時に流れるヒーリングミュージックじゃ。まあ確かに安らぐ感じの曲だが。って今はそんなことどうでもいい。なんで暴走なんかしてんだよ。980何回テストに成功してるとか言ってたじゃねえか。すまんが蹴りどころが悪かったようじゃ。あ、俺の財布。ああ、大事な金が。嘘だろ。おい、どうしてくれんだこの野郎。やめるのじゃ、乱暴反対なのじゃ。三、さあ、き、どどどどど、う、う、対象物発見。今ついに雪が降る。おい、掃除丸、わしじゃ。すーな、もじゃっこ、緊急停止ボタンを。今ついに雪が降る。このゾロボー猫、その魚返しな。にゃんこばあちゃん、それに近づくな。今ついに行きます。今ついに行きます。何する、地獄へ行くだ。ついに行きます。今ついに行きます。もじゃこ、無理やり止めるしかねえ。今ママは放射しねえぞ。おじゃこ、早くわしらを出しとくれ。さっき緊急停止ボタンとか言ってたな。そりゃどこにあんだい。お掃除丸の底にある蓋を開けて暗証番号を入力し、マイナスドライバーでネジを外すとつっかい棒が出てくるので、そこを。アホか、緊急時に押すもんがなんでそんなとこにあんだよ。もう力ずくで壊しちまうがいいな。わしの可愛いお掃除丸が。しかしこうなったら仕方ないのじゃ。だがもじゃこ、むやみにボディを殴るでないぞ。アタッチメント部分を攻めるのじゃ。あ、アタッチメント、なんだそりゃ。お掃除丸のボディは米軍も採用しとる特注カーボン製じゃ。
まともにやっても歯が立った。コーヒーなどを出す左右の蓋部分が脆いので、そこをせめて葬ってやってほしいのじゃ。さっきコーヒーを出してた左右の蓋だな。わかったぜ。どうしようかな。やってみろ。してみろ。とりゃ。舐めると痛い目見ますよ。40度を超えるでしょう。ほら来いよ。絶対負けない。私に勝てますかね。よし。やんのか。怪我しますよ。よし、行くぞ。ほら。俺の番か。舐めると痛い目見ますよ。ぶっ飛ばしてやる。て、うん、舐めんなよ。死にかかりに絶対に怪我しない。40度を超えるでしょう。ふざけてるんですか。今死にかけますかね。頑張ります。ありがとう。ありがとう。来てみろ。完了。うん。俺の番だな。舐めないでくれる？だっ！いっぱいになりました。どうしようかな。ぶっ飛ばしてやる。やってみろ。舐めんなよ。とりゃ！ほら来いよ。私に勝てますかね？舐めないでくれる？今雷。なめんなよ。私の番怪我します。やんのか。よし、行くぞ。ほら。なめると痛い目に。ほら来いよ。雷。よし。俺の番か。て、うん、頑張ります。ザコが。せよ。ぶっ飛ばしてやる。やってみろ。さあ、行きます。怪我しますよ。舐めると痛い目見ますよ。え、本気ですか？絶対負けない。ほら来いよ。今雷。ザコが。よし。とっておき。してみる。何が？ぶっ飛ばして。どうしようかな。やってみろ。絶対負けない。舐めると痛い目見ます。どうするかね。ふざけてるんですか。ほら来いよ。ぶっ飛ばしてやる。クリーンナップ。怪我します。
い負けない。やめんな。今雷してみろ。頑張ります。とりゃ私の番ね。やんのか。よし行くぞ。ぶっ飛ばしてやる。ほら、ザコがついてない。起動完了。ほら来いよ。俺の番か。舐めると痛い目見ますよ。絶対待って。行きますか。どうしようかな。やってみろ。やー、さーて。あなたの風景は今雷。はあ、ザコがクリーンダウン。梅雨に行きます。やるか。やってみろ。舐めると痛い目見ますよ。俺の番だな。後ろの方の蓋が開いたぞ。いいぞ、ボジャッコ、チャンスなのじゃ。そこから心臓部のバッテリーを叩けるぜ。なあ、わかった。舐めないでくれる。どうするかね。私の番ね。怪我しますよ。よし、舐めるな。行くぞ。
どうしようかな。舐めないでくれる？僕の手。ふん。行くぜ！俺の番だな！やってみろ！とっておきだ！私に勝てますか？なりゃやけだ！頑張ります。見せてやる！さあ！なめんなよ！私の番ね！どうするかね。やってやろう。よし、行くぞ。見せてやるよ。やけくそだ。どうしようかな。さあ、僕の手。舐めんなよ。はっ。よし。やってみろ。舐めると痛いね。よし。クリーンダウン。ついに行きます。俺の番か。ダッ。裏コード実行。なんだ、お掃除丸が大魔王みたいなこと言ってるぞ。ハイパーハイパワーモードじゃ。もじゃこ、気をつけろ。はいはい。ハイパワーモードのさらに上を行く隠しモードじゃ。念のため裏コード搭載してたじゃが、殴られすぎて勝手に実行されてしまったようじゃ。なんでお掃除ロボットに裏コード仕込むんだよ。裏目に出てしまったのじゃ。俺の番だな。舐めないでくれる？よし、ほら頑張ります。はっ。私の番ね。さあ行く。
停止中。停止中。もじゃこ、ありがたや、助かってるじゃ。とんだ災難だったぜ。大きく設計したおかげで意外と快適じゃったが、大変な目にあったのじゃ。そいつはくれてやるよ。お互い大変だったね。実用化への道はまだまだじゃな。しかし、お掃除丸の課題が判明したぞ。帰ってまた修正するのじゃ。自分が座れたってのに、ずいぶん立ち直りが早いな。手塩にかけた大切な子じゃからの。目に入れても座れてもへっちゃらなのじゃ。むしろゴミの立場になって物事を考えられるいい経験になったのじゃ。天才と変態は紙一重なんだな。それと投資の謝礼じゃけども、利益を出すにはまだまだかかりそうなのじゃ。だろうな。だから代わりと言ってはなんじゃが、もじゃこうにはお掃除丸をいつでも破格の値段でレンタルしてやるのじゃ。レンタル？宴会芸とかで役に立つじゃろ。他にもコンサルタント AI も搭載しておるでな。きっと役に立ってくれるぜ。では私は早速研究室に戻るのじゃ。もじゃこ、感謝感謝なのじゃ。俺の方こそある意味貴重な体験ができたぜ。これからもお掃除丸を応援よろしく頼むのじゃ。アディオス。よいしょ、よいしょ。作ったロボットに座れる時代は変わったもんだな。なんか忘れてるような。あ、俺の財布座れたまんまじゃねえか。待ってくれ。